2010年中国杯は2010年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会世界選手権シリーズである 2010-2011ISU グランプリシリーズを構成する2010年中国杯は2010の2011年シーズンのフィギュアスケートの国際競技会中国杯で国際スケート連盟主催2010から2011年シーズンの グランプリシリーズの第3戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2010年11月6日から11月9日にかけて中国、北京の首都体育館で行われた。2010、2011ISU グランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組。 アイスダンス各10組の出場選手は、1選手につき最大2大会まで、2010年世界、フィギュアスケート選手権の成績、2009から2010年、シーズンベストスコアランキング、2009から2010年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング、および過去の世界フィギュアスケート選手権の成績に、基づいて、選手個人に対し招待がなされた。 今大会開催国の統括団体である中国スケート協会に対しては今大会の各種目定員のうち最大二人の出場枠が用意された。出場自体、追加招待、開催国推薦選手は次の通り。各競技の上位成績者には2010、2011ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の 賞金が与えられた。ありがとうございます。